はい、ライブ開始まで、しばらくお待ちください。もうゴールデンウィークも後半ですね。うん、我々は暦通りなので、暦通りだね。はい、今日までお仕事で、うん、明日からちょっと連休をいただく。はい、そうですね。何かするんですか、木村さんは。いや、今年はいつもは実家に帰るんですけど、今年は帰らずで。あ、こっちで。うん、何もしない休みですね、今回は。久々に。昨日ぐらいまで天気悪かったですけどね、うん、また今日からゴールデンウィーク中はまた天気回復するみたいなんで。いや、やっと出歩きたい感じですけどね。今日めっちゃ寒かったね、今日ね。あ、夜は寒いですね。うん、寒い。朝も寒い。寒いって感じでした。うん、はい、ではそろそろ始めていきましょうか。はい、はい、始めます。皆さんこんばんは。こんばんは。はい、本日もご視聴いただきありがとうございます。今日ご紹介するのは、マーカーウェアの、商品にはなるんですけれども、本日21時から、予約をする、新しい、アイテムたちのご紹介になります。まあ、素材は、まあ24SS からご提案している、オーガニックウールを使った発想のトロピカルというもので、まあ、今まで、スーパー120っていうものがあったんですけれども、それより一角また糸がさらにこう細くなったようなものを今シーズンこう提案しているんですけれども、それのまあ夏仕様、はい、本格的にもう夏仕様のアイテムを作ってますので、そちらの予約がオンラインで本日21時から始まりますので、そちらのご紹介になります。はい、まあ、型数はそんなに多くなくて4型、はい、3色のご提案にはなるんですけれども、そちらを中心にさせていただければと思います。では、まあ、はい、ちょっと素材のところを、ね、木村さんの方から。はい、まあ、マーカーウェアの夏の大定番の素材の一つですね。まあ、いくつかウール素材ありますけれども、まあ、トロピカルで、トロピカルの中でもマーカーウェアだと60番装置のウールトロピカルというのと、80番装置のこの今回ご紹介するウールトロピカルといって2種類ありまして、一番薄い生地になります。はい、で、まあ、ウールトロピカル、なので、まあ、平織りで、まあ、一番皆さんが想像しやすい、いわゆるウールの生地の代表格かなと思います。で、マーカーウェアではこの、薄いウールトロピカルをもう結構長くご紹介ご提案させてもらってて、まあ、薄めなので、夏春夏のアイテムをずっと作り続けてきてて、で、夏に暑い時期でもずっと着れますよという提案の仕方をしています。はい、で、今お伝え、よしみくんの方からもご紹介あったように、ずっとスーパー120のウールでやってたんですけども、今期から一角さらに細いものにすることで、大きくはでもね、なんだろうな、分かりやすく違いはあるかと言われたらそんなにはなくて、ただ去年のものよりはやっぱりちょっと薄くなってるっていうのは、うん、実際のものを比べると多分お分かりいただけるんだと思います。で、あとはウールの落ち感はやっぱりあるので、その薄くて落ち感があって、で、優雅なドレープが出るっていう、で、その番手も80番でかなり細い糸の方部類になるので、そのドレープの出方もよりこう、うん、なんだろう、繊細というか優雅というか、はい、本当に夏にはもってこいの素材のシリーズです。はい、で、いつものようにオーガニックウールを使っています。はい、はい、という素材なんですけれども、まあ、4型ご紹介する前に、今回はお色味が、この夏仕様のものは3色で展開してます。シーズンの 24SS の時は4色かな、うん、ブラック、チャコール、オリーブ、ブラウンの4色だったんですけれども、はい、今回はチャコールとこのブルーグレー、いい色です、うん、ブルーグレーとこのブラックの3色でお作りしています。それぞれ4型は3色展開という形で、うん、特にこのブルーグレーとかはかなりもう夏っぽくて、はい、新色ですね。はい、新色でいい感じの色になってます。なんか本当におしゃれな色だと思います。はい、本当の青というよりは今言ったようにもうグレーっぽくもなってて、うん、ちょっとなんだろう、日本じゃあまり見ないような色合いになっているので、うんうんうん、ちょっと大人なおしゃれな色合いかなと、うん、思いますね。ちょっとなんかくすんでるような感じも見えますし、うん、パキッとしたブルー系ではないので、うん、非常にこう落ち着いたトーンのお色味だと思っていただければと思います。うん、はい、
まあ、夏になったら絶対白とか青は、あ、そうですね、皆さんね、気になる色になるんで、ぜひ着てもらってもいいですし、うん、ジーンズ系でも全然さらっと合わせていただければと思います、うん、はい、はい、まず形の、色の紹介だったんですけれども、はい、形いきましょう。まず一つ目、僕が今この中に着ているオールインワンの半袖仕様のもの、はい、そうですね、オールインワンは 23SS ですかね、はい、から提案してて、ずっとまあ長袖で提案はしてたんですけれども、本格的に夏仕様というところで半袖バージョンが出てます、はい、全体的にはシルエットは全く同じなんですけども、はい、その袖丈を肘が隠れるぐらいのハーフスリーブぐらいな落ち着いた丈にしているというところが違いが一つと、あとはポケットですね、胸ポケット、そのシャツ部分のデザインがちょっと変わりましたで、ダブルポケットになったのか、はい、ね、そうですよね、前回その長袖のオールインワンの時は肩、左胸だけにシンプルなパッチポケットだったものを、ちょっとワーク感あるダブルポケットでボタン止めっていう、ちょっとアクセントをつけたポケットになっているのが特徴です。はい、はい、まあ、長袖でも十分こう肌離れも良かったんですけれども、うん、まあ、さらにもう夏っていうところなので、うん、半袖にしたっていうところではあるんですが、うんうん、そうですね、まあ、全然着苦しいことも全くないですし、うん、まあ、中は別に今は僕タンクトップ着ちゃってるんですけど、 T シャツ着ていただいても結構この長さがあるので、うん、変にこう何ですかね、中の T シャツの袖が出すぎることも、うん、まあ、合わせる T シャツにもよるとは思うんですけど、うん、そういう心配もないぐらいしっかりここの長さだったり太さはあるので、はい、そういう心配もなく1枚でさらっとやっぱ決まりやすいアイテムかなと思います、うん、あとはまあ重ね着ロンティー着て、まあ、そうですね、とかっていう着こなしもやっぱりおしゃれだと思うんで、はい、うん、袖口はちょっとレイアウトで遊んでもらえたらと思います。確かにレイアウトとかお好きな方でしたらね、今の、うん、もう暖かくなってきてますが、ちょっとこう肌寒い時はロンティー中に入れていただいたりとか、うん、まあ、先ほどみたいに上からこういうのも羽織っていただきやすいと思うので、うん、そうですね、まあ、そういうふうに合わせて今からでも取り入れられるかなと思います、うん、でも今のコーディネートすごいおしゃれでした。そのあ、本当ですか、ありがとうございます。シャツジャケット着て、これマーカーの、ね、うん、そうですね、まあ、襟のないジャケットですけど、襟のないジャケットなんで、うん、なんかこういうモノトーンで中はオールインワンだからもうモノトーンで揃ってます、うん、トーンで揃ってますし、それでジャケットで外すっていう感じがめちゃくちゃおしゃれです ね。この感じも非常にやっぱオールインワンならではのここの統一感かなと思います、うんうん、そうですね、やっぱ楽でしょうね、その、うん、まあ、着ていても楽だし、コーディネートの悩まなくていいというか、もうそれ1枚着たら上も下も決まっちゃうから、うん、そうですよね、あれもない、なんか肌足りないなと思った時は多分普通にクローゼットのあるなんかね、軽い羽織だったりとか、うんうんうん、合わせていただければ本当様になってくれるんで、うん、まあ、今ジャケット系合わせてますけど、まあ、ブルゾン系でもいいでしょうし、はいはい、まあ、なんかデニムジャケットみたいなすごくカジュアルなアイテムも上からこうさらっと羽織ることで、うん、なんかちょっとどこか綺麗な印象を残しつつっていう風にできるので、うん、非常に楽、楽って言っちゃうと、うん、なんか推しポイントが楽ですっていうあれなんですけどいやでもね、大事なポイントは、まあ、大事は大事かなというところなんで、特にね、これからどんどん暑くなってって短パンしかもうなんか着れないみたいな、ね、選択肢がそもそもなくなってくるので、うん、まあ、そういう時にこういうのがさらっとあれば非常にいつもと雰囲気も変わっていいんじゃないかなと、楽で涼しくて、はい、でウールの抗菌作用があるから洗濯も、うん、ひどい汚れじゃない限り、ね、うん、しなくていいし、で家に帰ってからはハンガーにかけておいて2、3日休ませたらもうシワは全然ついてないしっていう、ね、かなり万能ですね、はい、うん、という形です、はい、でもちろんお色味は、ブラックと僕が今着ているのはチャコール、はい、で今ちょっとサンプルがないんですが、この、ブルーグレーもご用意してます。特にこのブルーグレーのオールインワンとかすごいいいと思います、うんうん、1枚で様になるのはもちろんですし、色もこれだけパキッとしてる感じで、まあ、ちょっとくすんではいるんですけど、中マーカーへのシリーズの中だと結構色は出てる方なので、また違った印象になるかなと思います、うんうん、ですね、まあ、本当に黒とチャコールは先ほどお伝えしたようにシーズンのアイテムと同じ色なので、まあ、その辺もしお持ちの方がいたら同じ色で揃えてコーディネート楽しんでもいいでしょうし、で新しい色探し
の方だったらやっぱりこのブルーグレーは今季のおすすめな色ですね、はい、多分お持ちのブルーとは絶対に被ってこないので、そうですね、本当に新鮮に見てもらえると思います、うんうん、はい、はい、ありがとうございます、はい、で以上が、オリンワンの半袖バージョンですね、はい、で続いて、まあ、このブルーグレーの形なんですけれども、こちらコンフォートフィットシャツの半袖バージョンになります、はい、ね、これはもう大定番です、まあ、カウェアの、もともと長袖をずっと展開していて、コンフォートフィットシャツという名前です。でこれは半袖なんで、コンフォートフィットシャツショートスリーブという名前にしています。もういつものようにドレスシャツ、縫わせたらすごい綺麗に縫ってもらえる唐津シャツ工房という佐賀県の工場で、もう運針かなり細かくて3センチの間に24針落としたステッチだし、コバステッチもかなりキワキワのところで落としてもらっていますし、で縫いもね、その細かい縫いなのに蛇行も一切せずに、うん、本当に綺麗に縫い上げていただけるシャツ工場なので、そこで縫った白物になっています、はいはい、まあ、シルエットはもう定番 の、まあ、あのマーカーウェアご存知の方だと馴染み深いと思うんですけれども、うん、はい、コンフォートフィットシャツ、はい、でそれを、まあ、ちょっと変えてるんですか。あ、でも、もうボディ自体はコンフォートフィットシャツと全く同じゆとりのあるシャツのシルエットになっていて、で半袖ですけど、これもそんなに短すぎない丈だったと思うので、うんうん、まあ、バランスとって全体的にゆとり感のある見え方になります。はい、はい、で半袖シャツはこれともう一方、そうですね、ございまして、そう、このコンフォートフィットのサファリシャツ、はい、というのもご用意しております。はい、先ほどのシャツと同じボディサイズ感です、はい、でそれに対してこのサファリ感のあるフラップポケットフラップと、ちょっとインバテッドプリッツ、マチというかプリッツ、ポケットのひだの部分、うん、そのボリュームが出るひだがあるので、そこがアクセントにもなっている、ちょっとサファリ感のあるポケットですね、はい、で、まあ、今本当に後ろ見頃もこれは定番な仕様ですけども、プリーツがあるので、ここで身幅にゆとりをさらに出していると、動きやすさを兼ねたプリーツになっています。まあ、ベースの形はこのコンフォートと同じ、うん、はい、一緒ですね、になってて、ポケットのデザインだったりとか、はい、この前立ての部分のデザインがちょっと異なってるような、ちょっとカジュアル感が強くなってますね、はい、あまりこの半袖シャツ、特にコンフォートフィットシャツのベースでポケットディティールが違うというのは今まで実はあまりやってないので、やるとしたらもうコンフォートの半袖だけだったのが多いので、持ってらっしゃる方に関してはかなり新鮮かなと思います、はい、うん、バリエーションとしては久々というか、うんうんうん、新しいですね今回、はい、でもう一方、はい、次はショーツ、まあ、まあ夏ということ で、 そうです、うん、もうフルレングスというよりはショーツでしょうというところで、はい、こちらのダブルプリーテッドのクラシックワイドをベースにしたショートパンツですね、はい、こちらもご用意してます。これもフルレングスの方は定番でやらせてもらってるんですけども、まあ、プリーツが入ることでその優雅なドレープ感が出るのと、まあ、ゆとりももちろんそこから作っているので、まあ、大人っぽく、なおかつ細くはないので、その風が通って非常に涼しく着てもらえるようなシルエットかなと思います、はいはい、でこちらもブラック、今チャコールしかサンプルが今ご用意ないんですけれども、ブラックとこちらのブルーグレーの3色で展開しております、はい、まあ、せっかくなのでちょっと着てもらいます。この感じでちょっとセットで、うん、チャコールばっかりです申し訳ないんですけど、はい、着てみたいと思います。お待ちください。はい、チャコールもやっぱすごい人気ありますね、ありがたいことに。そうですね、うん、やっぱ黒とチャコールで悩まれる方も多いようで、はい、コメントいただきました、ありがとうございます。アイアムカズキさんですね、033さん、いつもありがとうございます。ショーツにはどんな履物がおすすめですかといただきました。そうですね、まあ、まあまずはサンダル行きたいですよね、まあ、夏なんで、まあ、夏だとそうですね、はい、レザーサンダル合わせてで靴下履いてみたいな、ちょっとおしゃれ感出したいなとちょっと思いますし、あとはでも今ブーツは履く、はい、ブーツとかもやっぱり去年前回もマーカーのショーツをご紹介した時にもお伝えしたんですけど、ブーツちょっとね、かっこいいと思うので後でちょっと見てみてください。でブーツ、あとは
もう綺麗に行くならやっぱ革靴行きたいですよね。なんかローファーだったり、ね、ーーとかグルカサンダル系の革靴だったり、うん、そうっすねですかね、うん、うん、そうっすね、やっぱレザー系合わせたいっす。ちょうどいつもの、うんうん、いつものあのいつものサイズのブーツを履いてみたんですけど、はい、なんかまあサンダルもいいんですけどね、いいんですけどちょっと、うん、ちょっと綺麗にしたいときは、うん、ブーツ、そう、ぜひあの冬のイメージはやっぱあると思うんですけど、特にこのサイドゴアとか、うんうんうん、あると思うんですけど、ぜひちょっと夏のスタイルに取り入れてみるのも個人的にはいいかなと、うん、絶対にいいと思います。ただ本当に革靴、今年だったら革靴合わせてもらえるのが、うんうん、一番おしゃれに見えるんじゃないかな。僕あと一番難しいのがあのショーツ履くときのでローカットの靴スニーカーやらを履くときの靴下問題が僕はすごく難しくて、個人的に、はいはい、あのよく見えない靴下あるじゃないですか、はいはい、ソックスが見えないちょっとこの辺のやつ、あれ履いてスニーカーとか履くとなんかちょっと違和感が個人的にはあって、かといって僕は基本あの薄いドレス系のソックスをよく履くんですけど、それを履いてあのそういうローテクローカットとか履くと、うん、なんかそのソックスとのバランスもなんかむずいなっていうので、よく結局こういうあのブーツ系を履くことが多いです、はいはい、うん、なんか確かに今のそういうドレスその薄い靴下はやっぱドレスっぽい靴下だもんね、うんうん、ちょうどいいなんか、うん、まあコーギーとかよく石川さんおすすめしてますけど、うん、まあコーギーとかすごくちょうどいいんだろうなとは、うん、ボリューム感も、うん、この高さ靴下の高さも、はいはいはい、いわゆるニューバランスみたいなああいうボリューム感の靴にはすごく相性がいいんだろうなとは思いながらも、うん、なかなか自分で挑戦できてない、うん、今年チャレンジしてみましょうか。まあそうですね。でもなんか自分で見るの多分他人から見ると全然そんなことないと思うんですけど、うんうん、自分で見るのにすごく違和感があるっていう、でもそうですよね、ところがちょっとあるので、うん、僕はやっぱりハイカットは好きなんです。そっか、まああの紐のハイカットとかあの履くのめんどくさいはめんどくさいんですけど、はいはい、なんかそういう問題をが考えなくていいんでハイカットは、あ、なるほどね、靴下をそんなに考えなくていいから、結構ハイカットは夏ショーツとハイカットみたいな感じは結構僕好きです、はい、でもハイカットだとやっぱりバランス取りやすいのかな、丈短くなってる分足元にちょっとボリュームそうですね少しあるとね、うん、取りやすいかもしれないですね。はい、和樹さんぜひ革靴チャレンジしてみてください。ぜひぜひ、はい、お願いします、はいはい、でコーディネートしてくれました、はい、半袖とショーツですね、こんな感じです、うん、はい、やっぱ素材がこういう素材なんで、あの半袖とショーツのちょっと子供っぽく見えやすくなりがちなコーディネートもやっぱりちゃんと大人っぽくなるなっていうのがパッと見の印象ですかね、うんうん、あんまりそういう心配はなくて、確かに、うん、なんかまあこのポケットがあるないでも結構印象が変わってると思うんで、うん、確かに、まあ、すごい綺麗な感じだとやっぱこっちになると思うんですけど、うん、まあ、ショーツに合わせるというところで、まあ、ちょっとこうカジュアル感が出ると思うんで、はい、こういうところにちょっとそういう要素も入れたり、うん、まあ、中はちょっとタンクトップ、これ後でちょっとちょろっと話そうかなと思う、はいはい、朝の新作ですね、はい、タンクトップになるんですけど、まあ、こういったものでちょっとこうカジュアルな雰囲気をちょっとでもプラスしてあげれば、うん、なんかちょっと綺麗になりすぎるのが嫌だっていう人は全然、はい、あの取り入れられますかね、この感じは、はい、うん、多分これ汗ばんだ時に着てると多分涼しく本当に感じてもらえると思いますよ、うん、やっぱ肌離れがいい素材って全然違うんで、うん、このウールトローはまさしくいいですもんね。だから普通に2の SS の、 あの夏このシリーズじゃなくて、あの2の SS のシーズンで展開しているチャコールのパンツとかで合わせていただいて、うん、はい、フルレングスとかもあるので、うんうん、まあ、そちらでこうセットアップで合わせていただくのももちろんそうす、ね、はい、いいと思いますので、ぜひいろいろコーディネートの幅は広がると思うので、はい、はい、そうですね、コメントをいただきました、はい、T2Y_M さんですね、いつもありがとうございます。半袖上品でいいですねといただいてます。 ありがとうございます、うん、ですね、本当にその通りだと思います、うん、もう一つ、ブラック
マリ、あ、ブラックマリさんかなの15、ブラックマリ15さんで、途中から見たのですいません、こちらはウールでしょうかといただいてて、はい、はい、ウール素材です。素材名が、ウールトロピカル80番装置の細い、はい、マーカーウェアでは2つウールトロピカルやってまして、薄めな素材の方のウールトロピカルです。はい、はい、のご紹介でした。はい、ですね。はい、ありがとうございます。はい、まあ、以上にはなるんです。ちょっと少なくてあれなんですけれども、うん、以上4型と、はい、3色の展開が、はい、本日の21時から、予約販売をオンラインのみで、受け付けますので、気になった方はぜひ商品ページ21時から、はい、見ていただければと思います。はい、まあ、お届けは一応5月の下旬と記載はしているんですけれども、まあ、それより先に入ってくるものもありますので、はい、そうしましたら順次発送させていただきますので、うん、ぜひ、ご利用ください。もうすぐ、はい、もう結構暖かくなってきてるんで、うん、まあ、半袖のアイテムではあるんですけど、上から何か、羽織っていただいたり、なんかポンティとレイヤードしていただいたりとしていただければ、うん、もう今すぐにでも、はい、着ていただけるアイテムかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、一回全型おさらいする。あ、そうですね、うん、なんか勝手に締めっぽくなっちゃいましたね。はい、はい、お願いします。じゃあまず一型目、はい、このオールインワンの半袖ですね。ちょっと、うん、腕が上がりません。あ、はい、はい、オールインワンの半袖です、はい、でこちらがお値段が 74,800 円となっております。はい、で続いてこちらのコンフォートフィットシャツの半袖バージョンですね、こちらがお値段 34,100 円で、今僕が上に着ている、コンフォートサファリシャツの半袖バージョンです、こちらが 37,400 円で、パンツダブルプリーテッドのクラシックワイドショーツが 35,200 円となっております。よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。はい、はい、コメントいただきました、ありがとうございます。KNTC アンダーバー2018さんですね、ありがとうございます。キャッシュ&バルバの SS コレクションは今年発売予定ありますでしょうか。もしよかったら具体的な素材、アイテム、発売時期などを伺いたいです、といただきました。まあ、あるかないかというと、ちょっとまだご用意できてないところではあるので、でも、もちろん春夏も今後やっていこうという話はもちろん出てますが、うん、ちょっとなかなか準備ができていない状態で申し訳ないんですけれども、はい、今シーズンの春夏のご提案は、お休みさせていただきますので、はい、またなんか今後進捗あれば、まあ、インスタグラムの方とかで、まあ、ライブももちろん紹介できればなと思うので、ちょっと先になっちゃうかと思うんですけれども、はい、ちょっとお待ちいただければと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、はい、みたいな感じですかね。はい、大丈夫です。で、今日の21時から、今日ご紹介した商品は予約なんですけれども、まあ同時同じタイミングで、通常販売で販売するものもちょっと一部ご紹介しようかなと思っております。はい、新しく納品がありますので、はい、でまずは僕がこの中に着ているタンクトップ、今回マーカーの方で、タンクトップを提案してます。はい、まあ、今までやってた、ね、やってないです、はいはい、やってなかったの で去年の暑さを考えるとやっぱりタンクトップも必需品になったなっていうのがあったんで、うん、今年の夏はちょっとタンクトップは絶対ご提案したいなと思って作りまして、はい、でこれがリネン 100% のシリーズですね。はい、いくつか入ってます。このサマーセーターのようなリネン 100% のものとタンクトップと、はい、はい、かなり涼しく着てもらえるアイテムだと思います。すごいですよ、もう着てないと一緒ぐらいの、うん、スースーだよね。スースーですね、これは。そう、ちょっと透け感もあるので、その中に、うん、例えば着たものをうっすら見せるようなレイヤードで楽しむこともできますし、うんうんうん、はい、まあ、中にでもタンクトップ着て、さっきの見たセーターみたいなの着るとか。そうですね、うん、なんかもうあえて同じ素材でも面白いでしょうし、なんか僕はこのタンクトップって結構やっぱコットン地がやっぱ多いじゃないですか、うんうん、多くて、いわゆるこうダランという深い U ネックのやつが多い中、ちょっとまあ首の詰まりというか、うん、ちょっと浅めだもんね。浅めで、まあ、この生地感なので、うん、例えば僕はこういうちょっとこうシャツジャケットみたいなものの中にこういうの入れても非常にかっこいいんじゃないかなと思ってますので、
その前開いた時の素材の見え方が、うん、タンクトップとしては珍しい素材だと思うんで、そうですよね、うん、そこが面白いんじゃないかなと思いますね、うん、まあ、脱いじゃうとあれですけどね、うん、こんな感じで、はい、なっちゃうんですけれども、こちらの商品が21時から通常販売になります、はい、でその他にもマーカーウェアから、今日ご紹介したのはハッソントロピカルなんですけれども、こちらは通常のウールトロピカルの、はい、新しい形が、うん、そうですね、今日の21時から販売になります。でこちらは実はショーツもありまして、ショーツはもうすでに販売中なんですけれども、その上となる、まあ、こちら半袖のオープンカラーシャツと、長袖のバンドカラーシャツっていうのが、21時からこちらも販売いたします、はい。まあ、ゴールデンウィーク最終駆け込みということで、ちょっとダダダと今日、うん、そうですね、販売させてもらうんですけど、はい、あとは、はい、みんな大好きヘンプ、ヘンプ、そうですね、ヘンプの、マーカーウェアからヘンプの新しいパンツですね、うん、これめちゃくちゃ新しい形だと思います。マーカーウェアでは珍しい形ですよね、うん、ミニタックパンツ、ちょっとここにタックが入りながら裾がこう絞れてという、はい、ちょっとミリタリーテイストはなかなか、どっちかというとマーカーっぽい感じもあるんですけれども、はい、マーカーウェアではちょっと珍しいアイテム、こちらも販売させていただきまして、僕がオープニングからずっと被ってる、うん、今日バケ派なんですかっていうコメントはなかったんですけど、あのバケットハット、こちらもヘンプシャーチングで作ったものが、はい、本日の21時から販売です、はい、形すごいんですよこれ、うん、なんかあんまりバケットハットってしっくりくるもの個人的になくて、うん、ね、つばの長さもちょうどいいですし、うん、この柔らかさなんでいろいろこう折り曲げたりなんやりして遊んでいただけるアイテムかなと思います、うん、はい、と、もう夏の必需品の、はい、バスクシャツ、半袖ですね、はい、まあ、ロングスリーブの方はもう以前も展開してるんですけれども、うん、半袖バージョンが、このシーズンもご用意してますので、こちらも21時に販売です。と、あとこいつですね、このあ、そうですね、こいつもダメージシャツ、マーカーの新しいというチャンブレーの、はい、まあ、デニムシャツではないんですが、うん、ちょっとそういった感じの加工がだいぶ激しめに入ってます、はい、そうですね、ワークシャツベースで、はい、うん、染めをちょっと変わった染め方をしてダメージを入れてるというちょっとアクセントがたんまりなシャツですね、はい。こちら通常は2色展開で、こちらは濃い方の色なんですけれども、うん、薄い方の色もご用意してますので、そちらも21時から販売となっています、はい。それ、あと他にもあったはずなんですが、ちょっとご用意できてないんですが、まあ、結構たくさん、今日は販売予約させていただきますので、ぜひオンラインページ21時からとなりますので、ぜひご覧いただければと思います、はい、はい、以上です。はい、コメントの方もあれはなさそうです。はい、あ、一つ、はい、よろしくお願いします。 T2Y アンダーバー M さんですね、ありがとうございます、はい。オンラインで発売しているホワイトデニム購入しましたが、加工もさりげなく入っていていいですって、あ、いただきました。あれですか、ありがとうございます。そう、あ、あれですね、そう、ホワイトデニム、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。そう、さりげなくなんですよね、シンプルなんですけど、多分遠目から見たら分かんないですよね、うん、うん、確かに確かに、そうなんですよ、右のももの部、ももべか、ポケットで隠れる部分に深いダメージを入れて、はい、であとは裾も結構削ったんですよね、フリンジまではいかないんですけど、ちょっと強めに削りを入れて、はい、ちょっとひらひらさせた、ちょっと加工感を入れたものですね、うんうん、はい、ありがとうございます、ぜひぜひたくさん履いてください。なんかこんな感じでもね、やっぱり、うん、でもそうですね、爽やかでいいですし、はい、同系色でこう合わせてもらって、うん、非常にいいと思います。白パン履きたくなりますから ね、いわゆる真っ白じゃないんで、そう、すごい取り入れやすいと思いますので、他の皆さんもぜひぜひ、現在発売中なので、はい、見てみてください。はい、ありがとうございます。はい、大丈夫ですかね、はい、大丈夫ですね、木村さんも大丈夫ですかね、はい、大丈夫です、言い残したことはないですかねあれ、なんかあったかな、ないです、ないですよ、ないですよ、はい、大丈夫です、ありがとうございますはい、はい、じゃあ皆さん、良いゴールデンウィークをお迎えください。我々もちょっと一息したいと思います、そうですね、はいはい、また来週はちょっとスペシャルな
来週の配信は金曜日になるんですけど、うん、ちょっとスペシャルなイベントがあるので、うん、ちょっとそれに向けたライブができると思いますので、うん、ぜひご期待ください。では、この辺で失礼します。本日もありがとうございました。ありがとうございました。